ちゃ進んだけど。めっちゃ進んだけど、こんなはずじゃなかった。こんばんは。去年のデータと見比べながらどうやってやってたかなって言って、あ、全然まだ終わってないんですけど全然10時間どころで終わる騒ぎではないんですけど、でもあのなんだっけ、表はね多分ほぼできたんですよ。あとはその仕分け帳っていう表はできたので、あとは確定申告の紙に書くようにいくらいくら何日がいくらいくらで何日がいくらいくらでっていう計算を今からしなきゃいけないまあ今日はこれで一旦終わりにしてね、お風呂に入ってちょっとだけ僕体の思い出ししたら一旦寝て、で明日の朝もう一回僕体の確認して劇場に向かおうかなと思っております。こんばんは。やる気出せばねすぐ終わんのよ。やちさんギフトありがとうございます。それでまあもうすぐバレンタインじゃないですか。今日だって10日でしょ。あれどういうスケジュールだったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、明日僕とやって次の日お話し会で、月曜日ってお休みだったっけ、日曜日にしようかな。日曜日になんかお菓子作り配信でもしようかなって。ちょっと日曜日お話し会が 1,2,3 部で朝早いので、夜配信とかでお菓子作りでもしようかなって思ってるので、バレンタイン配信はしようかな、どっかでしようかなと思ってます。ちょっとまだ確定じゃないんだけど、日曜日昼間にちょっとお話変わった後にちょっと予定入れちゃってるので、それがまあでもそれは夜まではいかないから、日曜の夜配信とかでしようかな。そんな感じでちょっと考えてますので、またバレンタイン配信も見に来てください。せっかくね今バレンタインの背景で可愛いので、あとめちゃくちゃ欲を言うとバレンタインキャンペーン達成できたらいいなってちょっと思ってるので、なんかバレンタイン配信の時にでも気が向いたらねギフト投げてください。お願いします。そんな感じでマジで今日頑張ったな。途中肩凝りすぎてこうやって触った時に感覚なかった、触られてる感覚、肩がしびれてて。いやパソコンがさ復活したからさ、そうなんかパソコンの初期化も完全に一から初期化したわけじゃなくて、なんかこう自分が保存したデータだけは残ってて、でもインストールしたアプリケーションは全部初期化みたいな、消えるみたいな、その完全まっさらになるんじゃなくてアプリケーションだけ消える初期化にしててしたので、そう編集データは残ってるっぽい、前にやりかけてた、だからそれどうにかなりそうなので、ちょっと確定申告が終わり次第 YouTube の方も動かしつつという感じですね。そうなんか動画編集ソフトも残ってたそれアプリケーションだから消えたかなと思ったらね生き延びてたんですよ。なのでなんとかなりそう。でも動画編集で使ってたサブアプリみたいなやつは全部、サブソフトみたいなやつは全部消えたんで、
それはインストールし直さなきゃいけない。でもマジでなんでさ、なんで壊れたのかが分かんないんだよな。そう、なんで起動しなくなっちゃったのかが分かんないから、またいつなるか分かんないから、結構怖いなって思ってる。結構恐れながらパソコンを現在使っておりますね。大丈夫なんでしょうか。確定申告ってなんで金払う側が苦労しなきゃいけないのかって毎回思う。でも私の場合はなんかもう源泉徴収で勝手に引かれ、先に払われてる税金を返してもらうっていう手続きだから、ちょっとお金は返ってきてほしいから死ぬ気でちゃんとさあれするよね。そう、申請するよねって感じ。明日の昼公演行きます。あ、ありがとうございます。待ってます。こんばんは。僕隊いつぶり、いつ出たっけ前回。そんな前じゃない、1月とかだよね確かね。そう、でも割とねちょっと開くだけで忘れちゃうから、公演って復習しないといけないね。明日リハでやりそうな曲を先に覚えていって、リハでやらなそうな曲は後回しにして、リハが終わった後に自主練すればいい。いつの公演はその乗り切り方でやってる。1月19、あーまあ半月以上空いてたらそりゃ忘れるか。忘れることもあるよねそりゃ。こんばんは。あ、全然リハは全曲やんないです。ユニットは絶対全部やるけど、それ以外の全体曲はまあ5曲、多くて5、6曲かな。そう、そんな感じ。まあ中盤曲が不安なので、中盤曲ちゃんと思い出そう。僕隊中盤が一番むずいんだよね。そう、いつも思うけど。あ、今日はねちょっと早めに配信終わります。ちょっと遅い時間になっちゃったのでね。トメさん、ギフトありがとうございます。バレンタインギフト、こんばんは。明日いる公演劇場行きます。あ、ありがとうございます。最近劇場にサイリン推しがいっぱいいて嬉しい。みんな偉いな、がっつり間違えてる人見たことない。本当？結構いるっちゃいるけどね。私も含めいるっちゃいるけどね。いや、わかんない、みんなの方が間違えるの基準をすごい高めにしてくれてんのかもしれない。そうそう、もしかしたらね。キランさん、ギフトありがとう。ではすごい、うわ迷子みたいな瞬間たまにあるけどね。次どこみたいな。そうそうそう、ドキドキすんだから。
この前の A 公演のミーヨンさんポジとかマジで怖かったな。前日死ぬほど練習したもん、やばすぎて。そうめっちゃ練習したな。なんか安心できる曲一個もなかった。なんか公演って、まあ、大体今不安な曲もあるけど、まあこの曲はいけるみたいな曲って大体あんのよ。まあ、雫公演だったら47とかさ、あとまあスコールも割といけるな。スコールとかさ、メイビーもいけるしみたいなのあるんだけど、 A 公演でミヨンさんのポジティブ私一曲もないの。一曲もなくて超怖かった。そう、僕隊だったらさ、ビンゴと僕の太陽はまあよほどのことなければまあ大丈夫なんですよ。そうみたいな。だからアンコールはまあ割とそんなに心配せないみたいな感じになるんだけど、 A はマジで全部不安だったな。ね、あのポジションめちゃくちゃいいポジションなのですごい楽しいんだけど、まだその体に染み付くほどは回数出てない、3回しか出てないのでさすがにドキドキでしたね。そう、次いつだっけ、 16? 公演いろんなポジションやっても間空くとすっかり忘れちゃうのでね、困っちまいます。まあまた次回も頑張りたいと思っておりますのでよろしくお願いします。わっ、テロップが出ました。ということで遅い時間になりましたが、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。確定申告残りも頑張りますし、明日の僕隊も頑張ります。皆さんよろしくお願いします。明後日のお話し会も楽しみにしております。ということでランキング読みます。13位ヒラリンさんありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。11位ともちさんありがとうございます。10位アンバタさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位ワサッピさんありがとうございます。7位プニョさんありがとうございます。6位みなずきん3300点さんありがとうございます。5位ケンケンさんありがとうございます。4位マンダリンさんありがとうございます。3位トメさんありがとうございます。2位ヤッチさんありがとうございます。1位はキロンさんありがとうございます。みんな遅くまでありがとうございました。また明日、おやすみ、バイバーイ。